こんにちは、ナークです。今日もですね、サンフランシスコにおります。私ですね、その他にも海外動画作っておりますし、またですね、ゲーム実況動画も作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでですね、メインストリートのところにはいるんですけども、今日平日ですね。でもなんか朝市みたいのがやっておりまして、ちょっと興味深かったので、歩いてみようと思います。あちらには野菜売ってますよね。で今日火曜日なんで別に特別な日ではないわけですね。ミニとかあとセラントスですかね、日本でいうパクチー、みかんとか売っております。富士も一般的になりましたね。あとは梨ですね。これ洋梨ではないですね、日本の梨ですね。でこれはなんかフレッシュジュースを売ってますね。マンゴーも売ってますね。こちらは生姜とかキュウリとかですね。こちらもオレンジとかみかん売ってますね。でこれはあれですね、キノコ類を売っておりまして、イチゴ売ってて、でカリフラワー売ってて、ネギ売ってて、これ日本のネギですよね。サンフランシスコは富士が人気なんですかね。はい、それでキャベツもですね、50セントで安いですよね。ここではナッツ類を売ってますね。名前がマイタケとなってますね。シイタケはですね、アメリカでもシイタケって言うんですけど、マイタケもですね、マイタケになってます。はい、それではですね、本日の動画、朝一の動画はこれで終わりにいたします。私ですね、その他にですね、海外の動画作っておりますし、またですね、ゲーム実況もしておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。